こんなこと言うのもう時効だと思うからだけどね。正直言ってあいつに関してはあんまりいい思い出なんかないよ。とにかくむちゃくちゃだったから、一人でやってる分には良かったのかもしれないけど、一緒にやってる時は振り回されてばっかりだ。何やってんだよタコ、早くやれよ。阿部の音楽については、やっぱりすごいんじゃない、みんなそう言ってるんだから。僕は阿部ちゃんのいい演奏なんか聞いたことないよ。一緒にやるっていうことはそれこそと違うことだから。僕の父はエレク・ドルフィー、僕の母はビリー・ホリデー。彼の口癖、勘違いだ。音楽ってある意味では一緒にやる人に対しての礼儀だと思うよ。失礼なやつには失礼な音しか出せないし、だらしないやつにはだらしない音楽しかできない。格好つけるってこととかっこいいってことは違うと思う。